どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスで、FX 案件の FJFX っていうね、今年の1月ぐらいにね1回動画上げてるんですけども、まあ、そちらの案件がまたポイントアップしましたので、まあ、こちらの解説と、まあ、せっかくなんでね、この簡単な FX 案件っていうのを、まとめてね、紹介していきたいと思います。今日ね、紹介する、この FX の案件は、ポイントがそこまで高くないんですよね。まあ、今回この FJFX は5000ポイント。その他のやつもまあ4000ポイントだったりするんですけども、今現時点でこのポイントサイトにあるFX 案件って、まあ、すごいね高額なポイント案件がすごい多いんですよね。なんですけども高額ポイントということで利用したい方もね、まあ、多いと思うんですけども、このね高額の FX 案件って取引回数がすごい多いんですよね。まあ少なくてもまあ10回から、まあ、多いものは100回200回とかね、まあ、それ以上とかだったりするんですよね。ですんで、まあ、こんだけのね、ポイント数をね、まあ、誇ってるっていう感じなんですよね。まあ、お分かりの通りね、この FX っていうのは、まあ、通貨の取引ですので、まあ、1回の取引でね、まあ、損したり得したりね、するわけなんですよね。だから、その、損するリスクっていうのは、この取引回数が多ければ多いほどあるという感じなんですよね。で今回この FJFX っていうこの案件なんですけども、1回のね取引だけで終了なんですよね。ですんで、まあ、口座開設を行って取引を、入金をして、まあ、取引をする、まあ、買って売ったり売って買ったり、まあ、このどっちかなんですけども、まあ、これをするだけでねこのポイントをもらえちゃうわけなんですよね。ですんで、ハードル的にはかなり楽なんですよね。ですんでぜひねまだやったことない方はね、ぜひ狙っていただきたいなと思うんですよね。次にね、ポイント獲得条件なんですけども、取引回数はね、まあ、1回で、ま、変わらないんですけども、入金自体は、6万円ぐらいね、入金すると、アメリカ、米ドルってやつですね、米ドルだと、まあ、取引ができるっていう風になってますんで、まあ、6万円以上はね、まあ、入金する必要があるっていう感じですね。まあ、その次に、買って売るか、売って買うかでね、まあ、ポイント付与っていう感じになるんですけども、まあ、私ね、実際にこれ1月に案件が出た時に、まあ、実際にやってるんですけども、まあ、非常にね、簡単です。まあ、口座開設なんで、まあ、パソコンでね、口座開設の申し込みをして、まあ、こちら FX ということで、まあ、一応投資になるわけなんですよね。ですね、証明書、まあ、マイナンバーとかの提出は、まあ、必要なんですけども、まあ、そうするとね、まあ、1週間ぐらいで、書き留めの郵便物が送られてきて、まあ、それでね、無事ログイン完了、まあ、口座開設完了っていう感じになるんですよね。まあ、その後、口座にね、入金して、1回取引して、まあ、1回買って1回売ってみたいな感じですね。まあ、私は、まあ、タイミングよくね、140円ぐらいだったかな、儲かったんですよね。まあ、これはもう本当にね、得しようなんてね思わない方がいいです。本当にもう連打って感じですね。もう取引して終わらせるみたいな、そのぐらいの、まあ、はっきりした感じでねやられた方がいいです。FX ねやったことない方っていうのは、まあ、私もそこまで、ね、すごい上級者っていうわけじゃないんですけども、私は結構、まあ、やったことが多くて、まあ、あれなんですけども、全然やったことない方はね、簡単に儲かるような、ね、世界ではありませんので、まあ、本当にサッとやってサッと手を引くぐらいの、ね、感じで、まあ、あとは一応ねポイント獲得条件にはこの入金したお金を、ね、引き出したり引き出さないとかね、そういう文言はこの FJFX 案件にはないんですけども、まあ、基本的な、ね、FX の案件にはこのポイント付与されるまで入金、ね、出金しないでくださいっていう文言が入ってるんですよね。まあ、この FJFX はまあ入ってないんで、まあ、出しても大丈夫だと思うんですけども、一応、ね、ポイント付与待ってから、ね、お金自体は、ね、口座から出金する方がまあ無難じゃないかなって思います。まあ、これだけでね、まあ、5000円分もらえますんで、まあ、簡単ですよね。ですね、まあ、やったことない方はね、ぜひ積極的に狙っていただけたらなと思います。次にですね、DMMFX。こちらもポイントサイトハピタスにある案件というふうになっております。こちらね、ポイント付与上限も、大体一緒で、口座開設から60日以内に、1回の取引で OK っていうふうになっております。
で、こちらの案件なんですけども、先ほど言ったね、ポイントを獲得できるまで、お金を出さないでくださいという文言が入っておりますんで、この DMMFX の方はですね、入金したお金はポイント付与されてから、まあ、出金するようにしてくださいね。まあこれ出してしまってもしかしたらポイントもらえないかもしれませんので、その点注意してください。最後にですね、 SBI 証券、こちら証券会社 SFX ではありません。こちらは4000分のポイントで、こちらはですね、 SBI 銀行ってありますよね、ネットの SBI 銀行、こちらの口座を持っている方限定にはなってしまうんですけども、こちらを持っている方で SBI 証券の口座を持ってない方が対象っていう風になっておりまして、まあ持ってなくてもね、これから作ってももちろんいいんですけども、まあ、それはそれで手間かなとか思いますんで、もしね SBI 銀行の口座を持っていて SBI 証券ねまだやったことない方、ぜひこの案件やってみてほしいんですよね。こちらは、まあ、先ほど言ったように4000分のポイントがもらえるんですけども、口座開設した後に一括で5万円以上入金しますよね。これで終了なんですよ。取引しなくていいんです。ですので、5万円だけね入金して、まあ、泳がせとくだけっていう感じですよね。ですんで、まあ、そちらするだけでね、この4000分のねポイントもらえちゃいますんで、もうこれねかなり楽ですよね。うん、入金するだけなんでリスクはゼロっていう風になりますからね。いかがだったでしょうか。今回はですね、ポイントサイトハピタスで FJFX 案件が、ポイントアップしましたので、簡単なね FX 案件をまとめて解説させていただきましたけども、まあ、どれもねそんなに難しい案件ではありませんので、もしねやったことない方はですね、こういうポイント数がすごいね大きいポイントではないですけども、塵も積もればね、溜まっていきますんで、ぜひねやったことない方はやってみてはいかがでしょうか。で、最初の方にね、説明させていただいたポイント付与がねすごい多い FX 案件なんですけども、上級者の方もうすごい慣れててずっとやってますみたいな方はですね、ぜひ積極的にね狙っていただいても全然構いません。 FX をね全然やったことないよっていう方はですね、そういう案件、高額の FX 案件はですねちょっとやらない方がいいのかなって個人的には思いますね。っていうのも、まあ私もねやったことあるんですけども、結構大変なんですよね。取引回数ね100回200回とはね決められた期間にやんなきゃいけないですし、それをね損しないようにやるっていうね結構大変だったりして、まあ、私はねギリギリまあ損はしなかったから良かったんですけども、これがね損してしまうと、まあ、それをね取り戻さなきゃいけないっていうふうにやっぱり思ってしまいますし、しかもそれがまた決められた期間でやんなきゃいけないんで、結構ね難しい部分ありますんで、個人的にはですねあんまり FX やったことないって方はね高額の FX 案件はね手出さないようにしてっていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。ちょっとね自粛要請で、まあ、なかなか外出れませんので、まあ、こういう時にねポイントサイトのポイント、貯めてですね、ぜひ自粛が終わった後にね ANA マイル、JAL マイルでね、旅行できたらなと思ってますんで、ぜひね挑戦してみていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。